やっぱり企業理念、経営理念をですね、もう一回見直すってすごく重要だと思うんですね。皆さんこんにちは、トーマグループ、トーマです。私の著書、成功する事業承継よりエッセンスをお届けします。皆さんの会社を残すにはどうしたらいいですか？ちゃんとした事業承継、次の代のバトンタッチしなかったら皆さんの会社は残りません。だからよく言われる30年で 1% しか残らない、ね、99% なくなっちゃうんですよ。皆さんの会社は何で残らないか、事業承継を失敗するからです。それをきちりやったら必ず皆さんの会社残るんです。その、ね、エッセンスをお届けします。変わるものの心の計画、企業理念、経営理念を見つめ直し、改めてビジョンを共有する。長く同じ社長が続くと、いつの間にか企業理念や経営理念がおろそかになってしまうことがあります。経営交代を機にリーダーが率先して企業理念や経営理念を社員一人一人に見つめ直し出しましょう。またリーダーがビジョンを共有することで士気も上がり、何かをしなければならないかも見えてくるはずです。やっぱり企業理念、経営理念をですね、もう一回見直すってすごく重要だと思うんですね。私の尊敬する木野先生もですね、言ってんですね、もう一回経営理念見直そうよって。やっぱりこの時期見直すというか見つめ直すってことだな。今うちも社長がね、年中やっぱり経営理念、経営理念って言ってるんですよ。やっぱり経営理念がこういう迷いの経営の中でやっぱりすごく重要でね、でなおかつこうビジョンっていうのがね、変えてもいいと思うので、もっともっとなんか先進的なビジョンを考える、こういうことも必要かなというふうに思います。管理部門の事業承継は企業そのものの事業承継成功の鍵ということで、後継者でもある社長を直接支えるのは経営層でもある管理部門です。事業承継に成功する会社は管理部門もうまく事業承継して若い世代に受け継がれています。総務部長や経理部長がなかなか情報を下に下ろしません。なぜならば情報が集まっているからこそ自分に価値が出るからです。したがって社長が変わるときに管理部門も若い世代に継承することが望ましいと考えられます。やっぱりですね、番頭さんって私は各部門で作るべきだと思ってるんですね。管理部ね、それから経理部から工場、営業、それぞれやっぱり自分の番頭さんを作っていかなきゃ、先代の番頭さんではやっぱりダメですよね。やっぱりそれを徐々に変えていくってことをしないとですね、会社は続かないっていうふうに思うんですね。ですから、まあ、今ねいない場合はですね、やっぱり若い人をね、やっぱり登用しながらどんどんやっぱりそういう人たちを育てていかないといけない。だから本当はね、育てるってことを社長になる前に育てていかなければいけないっていうのがあるのかなというふうに思います。ぜひ皆さんの会社もですね、やっぱりそういう意味で先代の社長の番頭さんは後継者の番頭さんじゃないんだよってことをね、やはりお考えいただきたいなというふうに思います。後継者がいろんな革新をしたくても先代の番頭さんはそれに対してノーっていうようなことであるとしたら会社は変革できませんよね。やっぱりそういう意味では管理部門、特にやっぱりそういう人たちを番頭さんにもするっていうのは必要かなと思います。あと金融機関からそういう人を迎えるっていうのはありますけど、あんまりうまくいってないなっていうのがあるような気がします。ですからそういう意味ではやっぱりね、そういう人たちを、もし採用する場合はちょっとやっぱり時間を置いて本当に適切かどうかを判断しないといけないなっていうふうに思います。若干やっぱり金融機関から来る人は給料高いんですよね。そういう人たちにね、払うお給料っていうのがやっぱり社内の不和を呼んでしまうこともありますから、まあ、その辺もどうするかということであります。ぜひね、若い世代に承継することを、ね、お考えいただきたいというふうに思います。どうもありがとうございました。本日も動画をご覧いただき大変ありがとうございました。もし本日の動画に共感いただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。また事業承継や後継者育成にお悩みの方、概要欄のリンクへアクセスしてください。皆さんのお力に必ずなれると思います。ぜひ
お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。